はいどうもこんにちは、ベンベンです。現在マインクラフトでは 1.20 アップデートに向けたテストプレイが公開されています。そこでは先日のマインクラフトライブ2022で発表された新要素のいくつかがお試しで遊べるんですが、どうやらそこで公開されていた以外の機能もこのテストプレイ版で追加されていたので、今回はそれらを2つ紹介していきたいと思います。では早速、まず1つ目はバンドルの追加です。これはインベントリを整理するためのアイテムで、異なるアイテムでも合計64個までならまとめることができます。現状の仕様では剣とかのもともとまとめられないアイテムは入れたらバンドルがいっぱいになっちゃいますが、追加されたらめっちゃ便利ですよね。ちなみにレシピはこんな感じです。 1.17 のテストプレイ版から登場しているアイテムではありますが、やっと実用段階に来たかなという印象ですね。そして隠し機能2つ目、アイテム欄の並び順が変わっていました。これすごくわかりやすくなってて、誰でもアイテムを見つけやすくなってるかなと思います。ちなみにタブも増えてて、スポーンエッグタブとかこの辺も見つけやすく改良されています。ということで以上、正式リリースに来るかはわかりませんが、現在のテストプレイ版で確認できる公開はされてなかった新要素になります。バンドルの追加とかずっと言われてたことなんで、やっと来るのかな、来てほしいなっていう感じですよね。今後もこんな感じでマインクラフトの最新情報をリアルタイムで皆さんにお届けしていきます。あとちょっと最近上げれてない建築動画もちゃんと上がりますから、はい、よければチャンネル登録、高評価、コメントもお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、いい夜を。バイバイ。